はーい、皆さんこんにちは、のぷんです。信長の野望大使やっていきましょう。さあ、今回からまた新しい武将で天下統一を目指していきます。今回からプレイする武将はこちらでございます。はい、豊臣秀吉でございます。今回から豊臣秀吉で天下統一を目指していきます。ひいぶしの出身でありながら、織田信長から多大な信頼を得て、ついには戦国一の出世頭として後世に名を馳せることになる男でございます。で、今回はシナリオなんですけども、群雄集結という世代を超えた武将オールスターが集うシナリオでやっていきます。それぞれね、出身やゆかりがある場所が、スタート地になってますね。豊臣秀吉は大阪城のある拠点ですかね。で、あとは、島津は分家してますね。で、こっちの方には立花家があるんだ。ほう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 、なるほどなるほど。で、武田信玄相当ちっちゃいな。で、北条なんかもっとちっちゃくなってんな。これ今回北条わからんぞ。さあ、ということで豊臣秀吉やっていきます。よろしくお願いします。わしの腕前見せてやるとするか。見せてやってください。行くぞ。乱世はわしの手で終わらせる。そうだそうだ。まあ、この中だと秀吉かなり強い方なんじゃないかと思うんですけどね。さあ行きましょう。兄上、まずはこの地図をご覧ください。秀長、詳しく知りたい大名を選ぶことで、その者の思惑を知ることができます。はいはいはい、なるほどね。はい、武士たちは皆志を抱き乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。了解です。周りはこんな感じですね。で、六角家は吉方じゃなくて貞頼かな。さあ、兄上の志特性を確認していきましょう。了解しました。で、秀吉の志はこちらですね。天下総無事、関白の名において命ず、これより一切の戦は許さぬ。ああ、いいですね。もう関白でいるつもりでいるというさあ行きましょう。まずは一つ目の志特性、太閤検地。太閤検地では秀吉が派遣した検地官によって、全国どこでも同じ水準で検地が行われました。これは検地の効果を高めるだけでなく、秀吉の庇護のもとに土地の支配は保障されるという力を示す狙いもあったと言われています。なるほど。で、効果の方は農民の納める兵糧が大きく増える。ああ、いいですね。素晴らしい。ほうほうほう。で、デメリットが、農兵の納める兵糧が減るんだ。逆にね。なるほど。で、二つ目の志特性が、武家関白制って読むのかな。長らく公家だけが任じられてきた関白に武家の統領として初めて秀吉が就任しました。これにより秀吉は朝廷を補佐して天下を治める正当性を獲得し、大名らに自ら官位を与えるほどの権勢を振るいました。ほうほうほう。で、効果がこちらですね。朝廷からの使者が来訪しやすくなる。ほう。で、デメリットが、大名が死ぬと他の勢力の心象が下がる。なるほどね。秀吉が死ぬとそうなるのか。夢のまた夢、なんという。さあ行きましょう。兄上こそ天下の主、従わぬ者をいかにするか、すべて兄上のお心次第にございます。そうなのね。ご命令。さあ、ということで行きましょう。で、半兵衛がいるのか。まあ、なので、豊臣家相当強いんじゃないかな。ではまず豊臣家の武将を確認していきましょうか。まずは、はいはい、まず私、豊臣秀吉ですよね。やっぱ能力高えなー。こいつは安定してる。で、ねねちゃんも多分、あー、いるね。やっぱりねねちゃんいるし、で、竹中半兵衛もいる。で、加藤清正もいる。で、毛利勝長もいるんだ。マジか。で、弟の秀長、まあまあ当然いるよね。で、福島正則、はい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 、これトップクラスで強いんじゃないかな。で、八塚コロクもいるしね。あー、すごいね。で、全世代の武将がいるんで、まあ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 、で、年齢はまあ設定しないという感じなんですね。なるほどなるほど。いやー、これは楽しくなりそうですね。で、外交関係はどんな感じですか。まあ今のところ誰とも外交はしてないんで同盟結んでないですけども、隣本願寺、ああ誰とも同盟結んでない。まあおそらく足利家将軍様もそうですね。はい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 、なるほど。で、お隣松永久秀もいるのか。さあ、まず始めることといえば証券の進出ですね。で、堺証券あるけどもお金が足りないですね。まあいいでしょう。まあ、とりあえず
入れる証券入っておきます。かしこまりました。でまずは誰攻めるかですよね。で今7月であと2ヶ月したら兵糧が入るということで、まあ、早めに本願寺は滅ぼしたいですね。でその後、足利家も早めに滅ぼしたい。これは迷うな。まあ準検証いるかな。まあいらないか。さあということで行きましょう。豊臣秀吉の天下取りスタートします。オールスター戦です。謙信もいれば武田信玄もいる、そして北条氏康もいるし、で伊達政宗もいるっていうね、もう世代がめちゃくちゃです。さあ兄上、当家に仕えたいという浪人が名乗りを上げております。はいはい、お通ししてください。うわー、木村重成がいる。うわー素晴らしい。はいはいはい、はい、あー大野家が入ってきたんだね。なるほどなるほど、片付けない。おー、で秀吉様、隣国の本願寺家は強力な対面を持っています。本願寺家の対面一向一揆は拠点で一揆を起こし、施設も損傷します。心象を上げたり味方にするも一計ですぞ。そうだよな、早めに滅ぼさんといかんもんな。いやいや、まずいまずいまずい。でじゃあ早、はい、じゃあこっち上進出して、で開発、まあとりあえず、いやでもこの辺に準検証、いやまあいらんだろ、いらんや、うん、よし大丈夫大丈夫、いや いるわとりあえず作っとこう。はで商人町じゃあ2つぐらい作っとこう。かしこまった、はい、かしこまりました。で行け、よし作ります。承知いたしました。で全部の拠点カバーできるように、はいはい、はでこんな感じで、かしこまりました。さあでは行ってみましょう。来月兵糧が入ります。仏場いきなり、ちょっと待って、待って、うちじゃないよね、うちじゃないよね。うわ、ぶちだー当家が対面の対象となったようです。うわ、最悪。いや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 、それはいただけないな。マジか、だから兵糧取れないじゃん。あーで、農兵もいなくなっちゃった。そんな汚い手ある。うわうぜえはい、秋になって兵糧が入ります。兵糧は2989しか入っとらんやんけ。しかも農業使えないでしょ。ではい、秀吉様、隣国の足利家は強力な対面を持っているようです。足利家の対面、合掌のご内緒が発送すれば包囲網の標的にされてしまいます。心象を上げたい味方にするも一計ですぞ。やばいな、歩兵できないもんね。うわやば。で農業もできねえさ。いやー9月の農業は重要なんだぜ。まあとりあえずもう早めにこいつ潰そう、許さねえ。いやあともう1ヶ月待とう。この数だと心もとないんで、はい、農民たち、農兵たちが戻ってきたら攻めましょう。報告します。さあ大丈夫でしょうか。収支です。はい、表情でございます。いきましょう、初表情です。でこれが秀吉の豊作図。あの、あ商業すげえ、こんなにでっかいの初めて見たかも。で農業はそこまでなんだ。でまあ論議も結構ありますね。あー結構バランスタイプなんだ。はあ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 、じゃあ農業と論議でいこうか。はい、ということで、あ千利休もいる。いやーでもここ、あーもうこれでいく。はい、でピッカーなし。うわ、秀吉、富田一泊からの、じゃあ8つかこれでいこう。これにて表情はしないじゃん。じゃあまずは商人尊重、農業重視宣言で、家臣尊重で、あー英才教育も早めに取っておこうか。はい、よし、これでいいでしょう。ご命令を。さあということで、まずはこちら本願寺攻めましょうか。あで本願寺はもう通商協定結んでる。私もじゃあ将軍家とは仲良くしよっか。はい、お願いします。さあということで行きましょう。もうこの一向一揆は早めにストップしんというか、ということで行きましょう。わしの腕前、本願寺を滅ぼすなど赤子の手をひねるようなもの。それでは参ろうかの。ああ言うね、モントたちを武器を取りなさい。仏敵秀吉が先兵を退け、仏伐の恐ろしさを天下に知らしめるのです。さあ来ました、いつものやつで。まあこれなら勝てるか多分ね。で兵数もできるだけ増やして、まあこれだけいればいけるでしょ。皆の者、さあ岸和田城攻めましょう。
ちなみに防衛力は A か。さあまずはさあこ、はい、シギナサトン、我らの価値は揺るぎません。まあ指揮は取らなくていいか。はい、行きましょう。この地へ、オッケー。さあで、はい、シワダ城到着。シワダ城は攻撃11日で行きましょう。で、うわー、鹿明け攻めてきた。マジか。幕府に逆らう不埒なる豊臣よ、我が刃を持って成敗してくれるわ。我が領内に敵が迫っております。くっそ、マジか。待ってください。お待ちください。ちょっと怖。うわ、最悪。かしこまりました。全然余裕じゃねえじゃん。高槻城の部隊を返そう。高槻これだ。はい。で、何人いるって2100人。急げ。我が核、うわー、やばい。はい、大義名分で、今歩兵もできないしね。で、うわー、松永一人でも来た。うわ、最悪。なんなんこれ。嘘。これはまずいな。これはちょっと待って、壊しよ、もうやめよ、そんなんダメだって。いきなりそんな攻めてきちゃう、はい、で、騎士団長落とした。 OK、 よし。くじほどにもないの。で、まずは、はい、1615年10月、1615年なんだ。本願寺家は豊臣家によって滅ぼされました。パチパチ。で、捕獲したのは、はい、いいですね。やっぱり本願寺家は優秀な方が多い。でも、そんなことを言っている場合ではない。とりあえず、じゃあ、一旦騎乗で、早めに兵戻す。さあ、どうだ。はい、1615年10月、里見家は北条家によって滅ぼされました。やっぱ北条強えな。で、こちら、牢城、はい、大丈夫、いける。いや、きつそうですけど、これはきつそう。じゃあ、このまま1200人、はい、いて、いざ参ろうか。急いで、これは味方持たんぞ。で、長宗我部元親が、はい、姿勢知らずの信しなり。いやー、きっつ。で、神殿もね、できなくなったよね。なんでこうなっちゃうんだろう。で、気になって見てみれば、こちら、筒井家と、あとこれは、浅井家か。が、足掛け攻めてるね。ナイス、素晴らしい。オッケー、ナイスタイミング。で、ここで、じゃあ、まず、岸和田城。足軽集めて、で、有岡城も足軽、はい。で、一気終わったね。よし、急いで、はいはい。急げー。かしこまりました。で、ここで兵糧を売ります。兵糧売って、ありがとうございました。で、こちら海将家に進出まだできません。はい、はで、ちょっとじゃあ足軽下げて、はい、はもうちょっと米売らんとね。かしこまりました。まあ、そう、まだ慌てんでもよい。はさあ、ということで行きましょう。松永家にカウンターだ。で、こちら、はい、シギナサトン、罠を勝っちゃ揺るぎません。では、指揮は取りません。オッケー、帰れー。負けはせぬ。くっそー、許さん、騎乗。で、一旦兵を整えてから松永家攻める。で、足掛け攻撃拒否。くっそー。それどころじゃないんじゃないので、松永家と交渉いたします。金銭6800を松永家に譲渡。バカな。何を言ってるんだ。拒否。おとなしく滅ぼされよ。柳生家と足利家が一切になりました。これは、柳生家が勝ったね。ナイス。筒井家じゃないの。柳生家なんだ。マジか。いやー、となると足利家がやばいけども、まあやるわ。ということで、まあ早めに浅井家と神殿結ぶか。そうしよう。で、早めにちょっと兵集めてほしい。で、こちら、大谷家が朝倉家によって滅ぼされました。なにー。さあ、こちら。で、明智家。ここも戦ってんのかい。で、鈴木家も倒したいですけどもね。まだ1800しか集まれんか。まあ、しょうがない。で、こちら、浅井家と足利家。これは、足利家勝つか。まあ、数の利があったのかな。で、じゃあ、ここ。私が。さあ、いざ参ろうか。お前から攻めるって言ったんだからな。ユーサンド将軍。何が将軍や。
あ、で、鈴木家の奥重政と申します。神殿の奏者として両家の交わりを兼ねさせていただけないでしょうか。いいですね、最高です。ありがたや、ありがたや。さあ、で、次はですね、三好家、三好家と神殿結びましょう。はい、お願いします。承知いたしました。で、次は堺井証券進出できるね。 OK、 ナイスナイス。これで収入が大きく伸びる。で、やっと農業ができる。まずは有岡城ひまき、はい、はい、ひまき、かしこまりました。で、岸和田城は、はい、開墾、かしこまりました。さあ、ということで早めに二条五所を抑えましょう。いくぞ。さあ、まずは、はい、小郷橋特製効果開放。カスニンジンバ会長読めねえ、なんですって。こちら拠点の人口は増えやすくなる。素晴らしいじゃないですか。いいね、結構内政向きなのかな。さあ、できた。はい、式なさとわらの価値は揺るぎません。では、式は取りません。オッケー。さあ、おとなしく訪問されよ。さあ、行きましょう。じゃあ強行14日、急ごう。また誰かが攻めてくるかもしれん。で、滝川家が北畠家によって滅ぼされました。北畠とは、このことか。で、鳥羽城に滝川家あったのか、カズマス。さあ、で、二条御所抑えました。ナイス。ということは1615年12月、足川家は豊臣家によって滅ぼされました。パチパチ、ざまあみやがれ。で、捕獲したのは、いいですね、さすが将軍といったところ。あ、でもこん中だと優秀なのが足利義輝ぐらいしかいないか。あ、でも義明いるか。はいはいはい、ようこそ。で、いっ、あー、でもな、小西浮永が構えてんのがちょっと怖いな。まあ一旦騎乗させよう。はい、で、あー、で、まだ岸和田城入ってない。で、向こうも引いたか。先月怖えー。はい、表情でございます。策がございます。新しい方策提案、ナイス。で、まずはですね、そうだな、まあ論議たくさん取るか。論議と軍事いきましょう。はい、で、ピッカー、ナイス。竹中半兵衛、本願寺賢女からの下妻来連。はいはいはい、もう半分本願寺で半分豊臣家、これはバチバチしてるね。登場はしまいじゃ。さあ、行きましょう。で、まずはじゃあ軍事重視宣言で、小荷田隊で先方手はもう早めに取りたいですね。で、ここは提案強化1も早めに取りたいですね。よし、これでいいでしょう。ご命令を。本願寺も足川家も本当はめちゃめちゃ強いんですけど、拠点が少ないからね、あっという間に滅ぼされちゃうね。こんなことあるんだ。さあ、ということで行きましょう。まだね、岸和田城、あ、拠点入ってるか。で、二条御所拠点入ってるね。ということは攻めれるかな。あ、いけるね。じゃあ、まずは飯盛山攻めるか。はい、手柄を立ててみせようぞ。で、鈴木家と通商を結べる間柄になりました。通商協定を結びますか。結びます。報告します。とりあえず仲良くしておこう。先月の収支です。で、兄上、どうやら三好長慶が我らの岸和田城を狙ってると噂が。マジか。くれぐれも油断なきよう、お気をつけよう。ごめん、味方少ねえ。また証券進出として、かしこまりました。で、三好家の神殿やめようかな。ちなみに、あー、もう敵視されてるわ。だから神殿やめましょう。ダメ、お金がもったいない。はっ。で、そういえば勘定を開けてなかったっすね。いや、全員危険だな。で、千の利休さん赤なんだ。はあ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 。まあ、足利義明はいつものって感じだね。こん中だと優秀な方、八塚家政、こいつも赤か。そうですね、誰がいいかな。いや、優秀な方も黄色もいるしな。てか、あー、豊臣家家臣多いな、めっちゃいる。まあ、とりあえず何公募展開もいいや。賢女さん、賢女さん、かたじけないことです。やばい、賢女さんはもっとガンガン上げよう。かたじけないことです。この方はめっちゃ優秀だから。
これ京女だ。ケンニョさん、ケンニョさん。で、ここであと黄色。かたじけないことです。あとは、まあ、維新スーデンさんも赤か。赤な人が多い。まあ、一旦これでいいか。となると、じゃあ、今から松永攻めいきましょう。はい。さあ、久秀動いた。浅はかな。何？はい、ゆうべ武漢。浅はかなのはそなたの方では？で、こちら、相馬家が伊達家によって滅ぼされました。これはうかうか知られんぞ。さあ、まずは飯盛山城到着。飯盛山は、攻撃22日。で、はい、向こうの部隊到着。じゃあ、一部隊残して、行きましょうか。はいよ。さあ、勝敗がいかに混むか、采配次第でしょう。わかりました。行きましょう。お願いします。はい、飯盛山の戦い、両富秀吉 VS 松永久秀。兵数はかなり有利なんですけども、どうですかね。これはわからん。さあ、まずはどうでしょう。あーで、何度戦おうと変わらぬ久秀よ。貴様では我らに勝て。言ってやれ、言ってやれ。さあ、お互いの部隊を確認しましょう。まずはこれが豊臣家、普通に強そうですよ。で、これが松永家か。で、小西行永、そっちにいるのか。で、高山右近さんも、なかなか優秀な人材がおるの。さあ、行きましょう。はい、海戦、飯盛山の戦い。行くぞ。さあ、行きましょう。今回、私の配置は、陣、金、金。で、向こうが、砦、ね、金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 。うわー、やばい。早めに、敵の右翼を滅ぼそうかなと思ったけど、金も早めに壊したいっすね。まあ、行きましょう。はい。気合を入れろよ。あの邪魔な砦を壊す。で、鉄砲持っとるんかい。で、まず砦壊しちゃって、あー、沼だ。はい、はい、始めよう。ご命令。さあ、全員に向かい始めるぞ。で、おといつはそこか。まず今前へ。あー、つられちゃった。ゲチよ。こっち鉄砲、はい、始めるぞ。ゲチよ。で、こう覚悟せよ。始めるぞ。さあ、早くおとり部隊を倒すんだ。踏ん張れ。いやー、高山王子さんだ。忠誠が高い。忠誠っていうか、統率が早いから。このままでは統率が高いから早いのかなって言ったから。我らが。で、小西行永が撃破。で、高山王子も撃破。これで敵はいないのか。入るぞ。やりたい。前へ覚悟せよ。さあ、どう。ご命令を。どうちゃ始めるぞ。ご命令。で、こういこう。始めよう。さあ、で、もう一部隊撃破。よしよしよし。舞台数でかなり後が取れた。で、よしよしよし、オッケーオッケー、ナイスナイス。引くぞ。よしよし、始めましょう。ここ始める。運んでしまえばこっちのもんよ。で、はい、やりたい。前へ。で、これで居場所が知れました。で、攻撃されてる、気をつけて。こう、はい、逃げないのなら孔明の計り事、ね。で、松永さんいて倒した。オッケー、ナイス。やりたい。前へ。気づいたら久秀が死んでた。オッケー。この知恵でのし上がってみせるわ。さあ、飯盛山攻めはどうなるでしょうかね。さあ、行きましょう、行きましょう。敵将、だあ、撃っちゃった。ダメだって。いやー、ごめんごめんごめん、違う、事故なんです。ジョアンが撃たれたと。親より先に行くとは、なんたること、違うのよ。ごめん。何かの手違いです。で、山内家が三好家によって滅ぼされました。了解。おー、山内家とは山内勝というのがそういうところかな。さあ、行きましょう。で、こっち、飯盛山はあと10日か。はい、無理せず頑張って。で、はい、こちら飯盛山城落としました。ナイス。オッケー。口ほどにもないので、この方投与。はいはい。で、逃がして、よしよしよし。もう最初、足川家と本願寺と、このね、松永家に攻められてた時はどうなるかと思ったけども。手柄を立ててみせようぞ。なんとかなりそうですよ。さあ、高谷城到着。高谷城は、強行46日にしよう。はい。さあ、いけ。ってなったら、野牛も攻めてくるかもね。で、あ、
浅井家の安陽寺氏胤と申します。神殿の奏者として両家の交わりを噛めさせていただけないでしょうか。いいですね、素晴らしい、ナイスアイディアです。報告します。先月の収支です。で、高谷城があと強行37日か。他のところどうなってんだろう今。明智家がこれ浅井家攻めてんのか。浅井家ピンチなんだね。マジか。いや、明智すげえな。で、こっち。大谷よすぐ来てるね。さっき滅ぼされたもんね。いやー、いろんなところで合戦起きてんな。で、本田忠勝だ。さあ、ということで行きましょう。はい。オールスター戦面白いな。で、黒田家が立花家によって滅ぼされました。マジか。神戸そこにいたのか。で、麻生家が鍋島家によって滅ぼされました。なるほど。なるほど、なるほど。さあ、で、他どうなるんだ、じゃあ。で、浅井家と通商を結べる間柄になりました。やめときます、やめときます。浅井の命はあんまり長くなさそう。さあ、表情でございます。策がで、新しい方策提案、ナイス。そうですね、行動増加もいいけど、まずはこれだな、提案強化。なので、軍事と論議でいきましょう。はい。で、ピッカーなし。本願寺賢女、下妻雷蓮からの、じゃあ、維新数年さん。はい。これにて、表情はしまいじゃ。まずは、先方提案で、先方増加速度上昇中。よし。で、次は、じゃあ、提案強化1。はい、提案力上昇初。素晴らしいね。で、方策考案も、どうでしょうかね。いやー、取っとこうか。行きましょう。よし、これでいいでしょう。ご命令を。で、もうすぐ高谷城が落ちるはずですけど、どうですかね。行きましょう。はい。さあ、高谷城落ちましたー。オッケー、叩くぞ。ナイス。はい、1616年4月、松永家は豊臣家によって滅ぼされました。パチパチ。で、捕獲したのは、いやー、いいですね。松永家優秀な方多いわ。素晴らしい。さすが。ということで、全員投与します。まあ、なので、松永久秀は特に早めに忠誠心を上げておきましょう。で、そうですね。次、どこを攻めるかですよね。まあ、まずは、一旦休憩。で、相良家が島津宗家によって滅ぼされました。宗家。そういえば、島津は、そう、あれですよね。島津宗家と、あと島津家に分かれてるんだ。こっち分家なのか、かわいそうに。まあまあ、そうだよね、普通。ということで行きましょう。まあ、長男の方が宗家ですよね、そりゃ。で、子が足川家が本田家によって滅ぼされました。本田忠勝、本田家なんだ。徳川家じゃなくて。報告いたします。面白いね。下地を。さあ、ということで、今回から戦国武将オールスターで天下統一を目指していきます。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベンでした。さよならー。